いらっしゃいませ。妖怪酒場のカールです。はい。ということで皆さん、動画は久しぶりでございますけども、最近ね、サムライジャパンのね、ライブ配信を行っておりまして、来てくださってる方々、本当にありがとうございます。すごい、そちらではね、今日の点数予想っていうのをして、当たった人は最後画面にね、名前を出すっていう感じの企画みたいなのをやってるので、ぜひね、侍ジャパンの試合来れる方いたら、ライブ配信の方遊びに来てくださいませ。はい。最近のニュースで言ったら、野村祐介さんがですね、コーチに就任したということで、3軍の投手コーチ兼アナリストに就任という感じになりまして、すごいハッピーな話ですね。あともう一つね、育成契約の方が発表されます。前川選手と小林投手が育成で契約することになりました。嬉しいニュースがね、いくつかありましたけども、その中でね、今日何をやっていくかと言いますと、2025年のカープキャッチフレーズ考えてみたー、イエーイ。はい、ということなんですけども、ね、ファン感謝イベント、ファン感謝祭が23日に松田スタジアムで行われると思うんですけどもね、その時に毎年来年のキャッチフレーズっていうのをこう発表されると思うんですけども、そのキャッチフレーズをね、考えてみました。それでですね、過去のキャッチフレーズ、過去のキャッチフレーズで皆さんが好きなランキングっていうのをコメントで教えていただけたらないと思っております。3位まで、1位に3位を書いてほしいです。まあ、それをね、集計して出したいなと思ってますので、よろしければ皆さん、ぜひぜひ好きなキャッチフレーズランキング3位教えてください。はい。今年はですね、シャーというね、キャッチフレーズだったわけなんですけども、なんか、ここ最近、ちょっと、なんだろう、お笑い系じゃないですけども、なんて言えばいいんだろう。昔はね、結構英語みたいな。Let's win! みたいな感じですごいね、バスンって感じで英語だったんですけども、最近はちょっと日本語、ちょっと前まで漢字でこう、上昇魂とかさ、最近なんかひらがなになりつつあったり、カタカナになりつつあったり、バリバリバリとか、ガツガツガッツとか、で、シャーっていう感じなので、その前はね、なんかちょっとよくわからなかったんですけども、たった今、この赤の5枚たったっていう年もありましたよね。まあ、あれはちょっとよくわかんなかったんですけども、まあ、逆から読んでもたった今赤の子が立ったっていうので、おーみたいなね感じになってた年もありましたよねっていう感じで、いくつか候補を考えてみました。なのでこれから発表していこうと思います。それでは大関君お願いします。まあ、大きくね、3つのテーマに分けて候補をちょっと作成してみました。まず1つ目はですね、赤にちなんでですね、まあ、これでいかがでしょうか。バズン真っ赤族、はい、ということで、まあ、真っ赤劇っていうね時代もあったと思うんですけど、2016年がね真っ赤劇という感じだったと思うんですけども、まあ、それでちょっと似てるんですけども、まあ、家族というね、ワードがすごく新井監督になってから増えたと思うので、まあ、その、家族というのを入れたいなと思ったので、真っ家族。もう結構これいいよねっていう感じです、私的には。これがいいです。ただなんか、シャーとかバリバリバリとか、ガツガツガッツとか、そういう感じの流れで来てると、ちょっと違うのかなとは思うんですけども、まあ、変えてもいいんじゃないかなっていう流れをね、っていう意味で、私は、まあ、家族、すごく推してます。はい。ということで、まあ、赤にちなんだフレーズはちょっとそれだけなんですけども、二つ目のテーマは、2025という、来年は2025じゃないですか。そして、新井監督の背番号25ということで、まあ、それにちなんで、三つ考えました。こちらです。ちょっと似てるんですけども、こちらです。バスン !to go! Let's go! Go, go, go! はい。いかがでしょうか。まあ、to go で、まあ、筒子さんみたいな感じになっちゃうんですけど、to go はもう25という感じで、で、let's go の
レッツは英語ではなく猛烈の列にしました。これはね2009年にねオールインレッツみたいな感じのキャッチフレーズがあったんですけども、それにちょっと似てるんですけども、まあ、レッツゴー、ツーゴーっていうか25っていうのを入れたかったので、そういう風にしてみました。で555はなんかもうバリバリバリみたいな、ガツガツガツみたいな感じにかけて、その流れに沿って決めた候補なんですけど、555は、まあ、まあ5、2は入ってないんですけども、まあとにかく前に進もうみたいな、まあ今年はねいろいろ9月いろいろあったけどね、言ってはいけないあの9月あったけど前に進もうということで、ゴーゴーゴー、いかがでしょうか。はい、それが2つ目のテーマでございました。そして3つ目のテーマはですね、新井監督が発した言葉にちなんだ方法を考えてみました。3つあります。まず1つ目はこちら、バスン、ノーペイン、ノーゲイン。はい、これ普通にかっこいいんですけども、まあ意味としてはですね、痛みなくしては成長なしみたいな感じの意味なんですけども、まあ新井監督はね、もう痛みという言葉をなんか最終戦で発しておられましたので、そういった意味でノーペイン、ノーゲインっていう感じで、今のところちょっと痛みになるようなニュースはあんまりないんですけども、まあ、新井監督が発してた言葉だったので、まあ、ノーペインノーゲインありかなっていうふうに思いました。はい、そして2つ目はこちら、バスーン、いいいい痛み。はい、ということでふざけましたね。ふざけたからこう落ちそうになったよね。後ろに倒れそうになってるよね。はい、ということでこれはもうバリバリバリとかガツガツガツの流れで、いいいい痛みまあでもこういうふざけもワンチャンあるので入れとかないとと思って入れました、私は。うん、ふざけていこう。やっぱカープはこういう感じで来なくっちゃっていうところは最近ありますよね。これも新井監督が発した痛みというワードから使わせていただきましたということで、これも候補に入れましょうはい、そして最後の一つはこちらです、バスン、横一線またふざけてるよって思うじゃないですか。まあふざけてるんですけども、まあ、これもね新井監督が発した来年は横一線でスタートするよっていう言葉からまんま取らせてもらいましたということで、もしこの中のどれかが選ばれたらスターティングメンバー発表はどうなるのか再現してみた。ということでいかがだったでしょうか。こういう感じでね、オープニングというんですか、始まるという想像をしてみました。はい、もしこの中から選ばれたらマジですごい話です。だって正直バリバリバリとかシャーとかガツガツガツはね予想できなかったと思うんですよ。でもね笹岡監督がねガツガツガツがね予想通りみたいなことをなんか前ファン感でなんか言ってましたよね。あれはすごいなと思いましたけども。はい。なので、まあ、こっから当たるかはわからないですけども、まあね、また、発表後に動画を出したいと思いますので、皆さん楽しみに待っていましょう。はい。はい、ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。空気清浄機もね、すごい元気なので、ここまでにしたいと思います。ということで、お客様、
おかえりです。ご来店ありがとうございました。バイバーイ。